はい、皆さんどうもこんにちは、ヒロシのトレーナーです。今日はですね、まず行きつけの酒屋さんに行ってね、ウイスキーを買いに行きたいと思います。では行ってきます。いかがだったでしょうか。こちらの酒屋さんは山形県でも1、2を争う品揃えの酒屋さんで、まあ、最近はね、少量銘柄ですが量り売りも始めていますので、ウイスキー初心者の方にも優しい酒屋さんとなっています。概要欄にね、お店の情報など記載しておりますので、ぜひね、気になる方はこちらのお店に行ってね、量り売りなど、そしてね、ボトル買いなどしてみてください。まあ、そんな酒屋さんでですね、今回購入させていただいたのはこちら、じゃん、ダルユーイン16年。こちらはですね、シングルモルトスコッチウイスキーとなっています。まずはね、情報から。ダルユーイン蒸留所はスコットランドのスペイサイド地方に1852年に設立されました。ダルユーイン蒸留所の原酒はかつてはブレンデッド用の原酒として流通しており、1989年からオフィシャルボトルとして花と動物シリーズとして16年もののシングルモルトが出回り始めました。ラベルにはね、このように穴熊の絵が描かれています。ということですね、まあよくこちらの広瀬の隠れ家でご紹介している花と動物シリーズからダルユーイン16年の登場です。このね、ダルユーインは花と動物シリーズの中でもかなり入手難易度の高い銘柄となっています。まあ、ここ 1,2 年でこの花と動物シリーズがかなりね、人気になり、まあ、ただでさえね、手に入りにくくなっていたのですが、まあ、多分ですが、このね、ダルユーイン16年の終売なのか休売情報が何かでね、確か出たんですよ。で、その花と動物シリーズのダルユーイン16年、こちらがね、市場からなくなった時期がありました。あ、ちょっと誰がね、流したのかわからないんですが、この終売になるとか休売になるっていう情報もね、本当だったのかどうかというと、ちょっと私もわかりかねます。まあ、やっとね、最近は価格も少しはね、上がりましたが、市場にね、出回るようになってきましたね。
まあ、このねダルユイン蒸留所から出されるオフィシャルボトルはこの花と動物シリーズのダルユイン16年しかないので、これはね私やはりねスコットランド蒸留所完全制覇をしている身としては絶対欲しかった一本なんですよ。なのでね今回行きつけの酒屋さんにねやっと入荷したということで、ついにねこうやって買うことができました。本当にねありがとうございます。まあ、先ほどからね実は花と動物シリーズと連呼していますが、まあ、花と動物シリーズについて軽くねご説明したいなと思います。まあ、花と動物シリーズとはユナイテッドディスティラリーズ社、まあ、現在のディアジオ社が所有する蒸留所のシングルモルトウイスキーシリーズのことです。ラベルには蒸留所にまつわる花と動物が、ね、描かれており、まあ、現行ボトルでは全て43度で瓶詰めされている点も特徴です。まあ、かつては、ね、25種類を超える大シリーズでしたが、まあ、現在は11種類ほどとなっています。まあ、どちらかというとかなりマイナーな蒸留所のリリースとなっており、まあ、普段は、ね、ブレンデッドウイスキーの供給に回されシングルモルトとしてはリリースされない蒸留所のシングルモルトが飲めるということで、ウイスキー好きには、ね、人気のシリーズとなっています。まあ、花と動物シリーズというのはそのね名前の通り蒸留所ごとにシンボルとなる花と動物があることから花と動物シリーズと名付けられているんですね。まあ、今回ご紹介するこのダルユーイのシンボルマークはアライグマですね。アライグマがシンボルマークになっています。こちらはですね先ほどの行きつけの酒屋さんで購入させていただきました。価格は1万800円、容量は 700ml、 アルコール数は43度となっています。ではねダルユーイ16年、早速飲んでみたいと思います。これですね、キャップはコルクキャップとなっています。色味はですね、このように結構ね濃いめの琥珀色ですね。はい、ではね、早速香りから。香りはですね、やはりね、シェリー感がかなり感じられますね。シェリーダル特有のこう熟したフルーツ香だったり、まあ、若干のゴムっぽさやっぱりありますね。そしてこう、コニャックのようなちょっと酸味のある香りもして、とてもね、芳醇な香りだと思います。まあ、スモーキーさはね、そこまで強くはないですね。ではね、早速いただきたいと思います。美味しいです。口当たりはねかなり濃厚で結構スパイシー感があってビターでドライな味わいですね。こうドライフルーツのような熟したね甘みを感じて、結構ねこう紅茶感も強いかもしれませんね。力強さとね上品さを合わせ持つかなりね芳醇なウイスキーだと思います。ダルユーイは主にシェリーダル熟成原酒を使用しているそうなので、やはりねシェリーダル特有のビター感とドライフルーツ感よく出ていますね。まあ、このねダルユーイン16年を今回購入したことで、まあ、私が持つ花と動物シリーズも全部でね10本となりました。現在購入できる花と動物シリーズ11本あるんですが、マノックモア、ストラスミル、オスロスク、ティンニニク、グレンスペイ、ブレアスソール、スベンリネス、インチガワ、リンクウッド、グレンロッシー、ダルユーイのね11種類となっているんですが、私ねこのグレンロッシーだけ実は持っていないので、まあ、次はねグレンロッシーを買いたいと思います。まあ、全部ね集めてゆっくり飲み比べしてみたいですね。ここですね、スコットランド蒸留所完全制覇への道企画。スコットランド蒸留所完全制覇への道企画とは、スコットランド蒸留所にすべてのモルト蒸留所のシングルモルトウイスキーをボトルで手に入れて飲んで紹介する、そんな企画を行っています。まあ、今回ご紹介したダルユーイン16年はスペイスサイド地方にあるダルユーイン蒸留所のシングルモルトウイスキーですので、こちらにね積み印を押していきたいと思います。このようにですね、ダルユーイン蒸留所の隣に積み印が押されました。これで、ね、ダルユーイン蒸留所は制覇したということになります。これで残り42箇所の蒸留所のウイスキーを手に入れて飲んで紹介すれば完全制覇達成という企画を行っています。まあ、まだまだねちょっと先は長いんですが、ゆっくりとね完全制覇目指して頑張っていきたいと思います。ということで、ね、今日のヒロシの隠れ家は田舎の酒屋で買ってきた入手難易度の高いウイスキーダルユーイン16年、こちらねご紹介させていただきました。ではまた。